2023年明けましておめでぴーやー、始まりましたシナラブ、シナラブ今年もよろしくお願いします。この番組は品川区に住む外国人に突撃インタビューをして、どんな暮らしをしているのかなどを聞いちゃおうという番組です。今回は以前小島さんに突撃インタビューをしてもらった品川区国際友好協会の日本語教室へ。新学期が始まり、新たな外国人がいるそうなので、再び突撃インタビューをしてもらいたいと思います。わかりました、小島隊員、インタビューへ突撃、行きましょう。前ということで、品川区役所内にある品川区国際友好協会へ。こちらですね。授業前の教室を覗き込む小島さん、早速突撃です。こんにちは。こんにちは。こんにちは、お名前は？ナベルです。ナベルさん、品川の暮らしは、生活はどうですか？品川、奥さん、品川、奥様が品川の方、はい、品川、ジャパニーズ。あ、そうなんですね。好きな日本語を教えてください。大丈夫日本語大丈夫ね、大丈夫、ウィーウィー、あー、I have a 大丈夫ギャグ、リスナー、大丈夫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 OK。 どこの国から来ましたか？いや、品川。品川、Where are you from？ タイ人です。タイ、あ、I'm from Thailand。 日本に来てどれぐらいですか？ It's 5 months。 Yes。 With my husband。 Your husband is Japanese? Yeah. 料理は旦那様に作りますか？ Thai foods and Japanese foods sometimes. 得意なタイ料理は何ですか？ Pad Kha Pao。 Kha Pao? Yes. Kha Pao, I know. And Pad Thai. Pad Thai? Yes, yes, yes. I have a gag.すごい似て、similar to word、listen、oh, puppy! This is my gag。 はい、ね、お名前は？スティーブンです。スティーブンさん、Where are you from？ イギリスから来ました。イギリスから来て、去年の11月に来ました。おー、日本語は難しいですか？とても難しいです。でもとっても上手です。はい、上手です。品川はどうですか？静かです。便利です。便利。どういうところが便利ですか？レストランと店です。あ、お店があるから。What do you like Japanese food？ 刺身と寿司。刺身、寿司。天ぷら。おお。シャシュラ。Next thing is。いろんな国の方が通う日本語教室。隣の教室では授業中みたいですが、小島さん、せっかくなので授業に参加させてもらいましょう。あ、ちょっと新しい学生さん、どうぞお座りください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、お名前は？あ、私の名前は小島よしおです。あ、趣味は何ですか？趣味はランニングと筋トレです。筋トレなんですか？あ、筋トレは筋肉をトレーニングする、筋トレ。わかりましたか、キムさん？あ、わかりません。わかりません。ゼロ。このように日本語教室では、生徒同士で日常会話をしたり、クラスのレベルに応じた日本語を勉強します。興味のある方は、ぜひ品川区国際友好協会を訪ねてみてください。はい。
小島さんは日本語教室参加してみていかがでしたか？いやすごく面白かったです。私日本語やや苦手な方なので勉強になりました。皆さん品川にも興味があるような方々でいろんな理由があって面白かったですね。ということで小島さん、せっかく大勢の外国人に会えたのでもっと詳しい話を聞きたくないですか？聞きたいです。でしたら日本語教室に参加している生徒さんに品川ラブなお話聞いちゃいましょう。どうぞ。こんにちは。こんにちは。はい。はじめまして、小島よしおです。はい、はじめまして。どうぞよろしく。私はチンと申します。チンさん。今回の品川ラブな外国人は、中国上海出身のチンさん。品川にやってきておよそ3年。まだまだ日本語も品川のことも勉強中なんだとか。そんな陳さん、一体どんな暮らしをしているのか早速お話を聞きたいのですが、ちょっとその前にこちらのコーナー。2022年11月20日土曜日に品川区役所で優しい日本語講座、日本語でできる国際交流を開催しました。この講座では在住外国人に伝わりやすい優しい日本語の基礎を学んだ後に、在住外国人の皆さんと一緒に優しい日本語を使ったロールプレイングを行いました。前半の講義では品川区在住の外国人の国籍や人数、優しい日本語でコミュニケーションを取るためにルールやコツを学びました。後半では外国人と一緒に区民祭りの紹介や自国の家庭料理についてロールプレイングを行いました。参加した区民の方からは、外国人とコミュニケーションする中で日本語をどうやって伝えたらいいかを考え、ゆっくり話すや文章を短くすることを意識しましたなどの感想がありました。品川区では今後このような多文化共生講座や優しい日本語講座などを開催していきます。詳細は広報誌や区ホームページに掲載しますので、ご興味ご関心のある方はぜひお申し込みください。小島さんが陳さんの話を聞くためにやってきたのは、品川区役所屋上のルーフガーデン。ベンチはもちろん、アスレチック器具や遊具、花壇もあり、区民に愛される憩いの場となっています。陳さんはなぜ日本に来たんですか？主人の仕事の関係で、はい、家族全員日本に来ました。陳さんは中国人の旦那さんと、現在高校1年生と小学3年生の息子を持つ4人家族の主婦。日本からも近い上海の出身で、家族全員で引っ越してきましたが、なぜ品川で暮らすことにしたのでしょう？すごく、うん、構図が便利で、安心安全の街で住みやすいからです。陳さん、日本に来て大変だったことって何ですか？そうですね、初めて日本に来た時、日本語全然わからなかった。買い物など、はい、これこれありがとう、ジェスチャーで、そうですね、ジェスチャー、 This and this これ日本の、生活、うん、日本の生活のルールが全然知らないです、うんうん、上海と日本でどういうところが違うんですか？うん、例えば、ベランダ、ベランダ、はい、ベランダ、うん、ベランダ、日本でベランダでタバコを吸って
いけない。ちょっといけないところが多いですね。はい。はい、うん、あの、廊下、廊下に、物を、あの、置いて、はいかない。ちょっと違います。ルールがちょっと違う。はい。日本と中国では生活習慣やルールの違うところが多くあります。もし中国人がルールを知らなくて困っていたら、ぜひ日本でのルールを優しく教えてあげてください。日本に慣れてきた陳さんの、趣味ってありますか？私は最近あの生け花を勉強しています。生け花、はいはいはい、生け花、お花、お花、そうですね。生け花って上海にもありました？ああ、ちょっとありませんでした。日本の文化、はい、日本の伝統文化に興味があり、品川で歴史のある華道の教室に通っている陳さん、1年ほど前から通い始めたそうですが、コミュニケーションなど初めはどうだったのでしょうか。教室の先生にお話を伺いました。あの、日本語も上手ですし、あの、とても礼儀正しくてびっくりいたしました。あの、きちんとお辞儀をされる、そういうことももう身についてらっしゃったので、どこであの覚えられたのかなっていうのはお聞きまだして、まあ、実はお聞きしてないんですけれども、あのお話もとても丁寧ですし、言葉も一生懸命覚えてあのお使いになろうとなさってるから、お花のこともお好きなので、これはどういう名前ですか、どういう字で、あの日本語でどういう字で書きますかっていつもあの一生懸命聞かれて、わからないと今あの携帯でネットでいつお花の名前とか調べられますから、2人で一緒に調べて、うん、で彼女が中国ではこういう名前で、あ、分かりましたって言って、うん、そんな風にお稽古してます。日本のことをより深く知るために礼儀作法などもしっかりと勉強。陳さんすごく努力家なんですね。そんな陳さんですが、子育てもしている2児の母。お子さんたちは一体どんな子たちなのでしょうか。あのお兄ちゃん、はい、うん、真面目くんです。真面目くん、はい、一生懸命、うんうん、一生懸命、うん、日本来た、うん、あの、うん、中学生、うんうんうん、勉強ちょっと難しいですね、うんうんうん、あ、一生懸命勉強します。そっか、中学生の時に来て勉強を一生懸命頑張って、そう、今高校生、うん、自分でスキーの高校にいます。うんうん、弟さんは、弟は勉強嫌い、うん、わかるわかるいつも遊び遊び。あ、そんな子供たちはお母さんのことをどう思っているのでしょう。いろんな話を子供たちにも聞いてみました。僕にとってお母さんはとても努力家なんですよ。毎日結構日本語とか自分で勉強したりして、授業の前に予習して、授業の後にまた復習するので、とても頑張ってます。まあ買い物が便利でいいと思いました。いいと思います。学校の給食とかも美味しかったですし、はい、交通も便利だったので。今大変だったです。なんか、まあ、IWC で日本語習って、で日本語分かったから友達作れた。日本の子供たちとあまり共通の話題がなくて、それでなかなか話せなかったんですけど、それで半年間ずっと友達があまりいなかったですね。でも半年後にだんだん分かってきたので、2年生の終盤ぐらいに、まあ、結構友達できて楽しかったです。日本に来ることになって日常生活が大変だったけれど、今は慣れてすごく楽しそうですね。その陳さんはこう日本の子供たちを見て感じることは何かありますか？自立していると思います。自立している、はい。中国のお母さんは、はい、あのついついあの子供のためにいろいろ
ほっとかして しまいます。ああ。音とちょっと。あ、起きて起きて。朝の毎日起きて起きて。そういう日本の人もいっぱいいると思います。日本も中国もどこの国でも子育ては大変なものなのかもしれません。続いてはこちらのコーナー。言葉の壁なんてそんなの関係ねえ。このコーナーは外国人との言葉の壁を超えるコミュニケーション術を教えてもらおうというコーナーです。以前、ハルビンに住んでいた張さんに聞いたら、仲良くなるためにはお酒を飲むのがいいと聞いたんですが、それは上海も一緒ですか？はい、あー、ちょっと違います。違います。はい、はい、あの上海の男性は、みんな家族思いて、はい、料理が上手です、だから、はい、あの家計や料理を話しすると、はい、あのなんか仲良く、はい、仲良く、なるほど、なりました。はい、あ、中国は国土が広く地域によって文化が違います。上海の男性は家庭的で家事や育児の話をするとすごく盛り上がるそうです。そうすれ そうすれば言葉なんてそんなの関係ない。これから品川区でやりたいこと、したいことって何ですか？あ、日本の文化に興味あるので、はい、農、はい、文化やりたいんですか？やりたい。こっちが見たい。どっち？こっちやる方を、ちょっと見る方。やる方。やる方。じゃあちょっとやってみてもらっていいですか？そうですね。はい、あ、よ。私はあのボランティアに、ボランティア、はい、ボランティアになりたいんです。ここ品川区で、はい、品川区、はい、ボランティア、どういうボランティアですか？あ、老人ホーム、とか病院とか学校とか、とってもいいです、ぜひ生け花を見せてあげてください。はい、はい、喜ぶと思います。はい、日本の文化にも地域の貢献にも興味のある陳さん、これからも品川でいろんなことを学んでいってください。さて小島さん、今回はいろんな話が聞けましたがいかがでしたか？日本の文化をこうより知ろうとして、ね、生け花とか能とか、ね、これからもやりたいっておっしゃってましたし、そういうのもなんか面白いなと思いましたね。だから僕らよりも日本のことになんか詳しくなっていくんだろうなっていうふうに思って、はい、そんなところで小島さん、後ろをご覧ください。これはなんか工事してますね。ここ一体今何の工事をしているか分かりますか？何の工事？実は現在ここ品川区役所の裏に新庁舎を建設する予定なんです。今私が立っているところはこの区役所ですけど、新しいのは、あ、そうなんですか？2027年に完成する予定みたいなんですが、ぜひ新庁舎でもロケがしたいですね。そうですね、この工事が見届けられるように最後までちょっと私も頑張りますので、皆さんも、応援よろしくお願いいたします。